T 先輩です。ノクタン。ジェイコだよ、ノクタン。猫になっちゃった。かわいい。どういうこと？爆発に巻き込まれたのかな？まあそれで倒れたのはいいとして。なぜ猫ちゃんになってるのか。かわいいから別にいいけどね。さっきいた小さい奴が助けてくれたのか。逆に猫にして閉じ込めたのか。どういうことなのかわかりませんが。アイテムも持ってますし、カホちゃんでいいんですよね。そうでしょ。で。あ、なんだ攻撃できるのか。すご、全身を使って。ますますかわいい。くう、仕草一つ一つがたまらない。これから猫ちゃんで進むのね。どうやらそうなりそうです。これで今まであった狭い通路の説明がつきますね。そうか、猫ちゃんで通れそうね。うわ、かわいい。放っておくと寝るようです。じゃあそろそろ進みましょうか。このままめでていたいけど。うん、ずっと見ててもいいよ。そういうわけにもいかないので進みます。ちゃんとセーブもできるのか。おわ。なんと、祈ると体が出てきた。面白いね。よく見たらアイテムが使えないし、ローリングなどの動きはできるけど、やはり制限はかかっているようです。戻れるのかな？うん。何してるの？なるほど。どうなるのかなと思って。そうなるでしょ。そうなりました。アイテムが使えない以上、元の体に戻れないと困りますが、まあとりあえず進むしかなさそうですね。落ちちゃった。普通に敵がいるんだもんな。あれ？なんと。え、離せない。角なし。敵ではないのか。倒せなそうね。え、ケーキ。なんかかわいそうだよ。やめておくか。角が生えたら相手してくれるとか。生えるの。いやわかりませんけど、角なしがとか言ってたから。何かアイテムは必要かもね。おっと、やっぱりあったか。で、多分この下は。ですね、先ほど来た場所だ。こっちからでも来れたね。あ、さすがにマップ切り替えると取れないよな。何の隙間だ。おお、ここに出るのか。猫の水晶玉。何ですと。これで戻れるんだ。おお。なるほどねー。これでいつでも猫になれるのか。はしごは猫では登れないし、狭い通路は猫でしか行けない。アイテムも猫では使えないみたいね。水晶玉しか使えないようです。あとは基本一緒かな。さっきの角なしがの人のところに人間の姿で戻ればよかったのですが、最後まで思い出すことはありませんでした。マジ？申し訳ない。なので気になる方はご自分で確かめてください。
そう言われると気になっちゃうよ。マップ見てる間も進んでるんだよな。敵は動いてるね。メニューからマップを見ると多分止まるんですが。どこに狭い通路があったのかうろ覚えですので、基本的に色々探索しつつ探していこうかと思ってます。そうね。これはエレベーターだっけ？左は？ああ、お墓ね。あの人はもういないね。あの席をしてた骸骨さん、妻を探していたんですよね。ちょっと勘違いしてました。つまり奥さんの名前がセシリアさん。多分そうです。で、姉の話をしていたのはキャスさんで、その方の名前がキャスリンでした。この辺がごっちゃになってましたね。失礼しました。なるほどね。ちなみに骸骨さんはアスコーンです。いやー、名前が覚えづらい。そういうの苦手だと特にね。確かこちらにあったことは覚えていたので、そちらに向かってます。ああ、あったね。汚れたキノコ。何それ。キーアイテム。インプの少女が探している。誰のこと？少女といえば？そういえばかなり序盤に、おたんこなす呼ばわりしてきた子がいましたね。あ、いたいた。少女というとあの子くらいしかあった記憶ないな。そうだね。よし帰る。こういうところって何かあるのかなぁ。猫ちゃんごめん。やっぱり値段は違っても同じものだ。おっと。エリさんか。また日本っぽい名前だね。どうもカホです。間違いないね。ちょっと、ダメだよ。さすがに否定しておきますか。ふーむ、進めると何かあるのかな？森まで来ましたが、やはりこれは残っているんだな。そうだここ。ここも行けるな。なんでしょうか。怪しいのがあるね。やったー。しかも戻れないし。寒そう。どうするの？戻れない以上進むしかないね。マジかよ。あれ？なんか体透けてない？ほんとだー。まさか霊体になったとか言わないよな。寒さの表現なのか透けてるのか。どちらでもありそう。薄すぎるし寒さの表現ではないか。さすがに透けすぎてるよね。道が分かれていると迷うんだよ。
とりあえず先を見て、セーブがありそうな方向に進んでます。完全に勘だね。あとは危険が少なそうな方ですね。トゲだと一発アウトですから、それはセーブ後の方がいいでしょう。どういう世界なんだろう。裏の世界とか。平行世界的な。わかりませんけど、そういうのもあるのかもしれませんね。おお、あれはもしや破片か。え、ワープ。すごい。マジかよ。それ結構序盤から欲しかったやつ。嬉しい。これだけ広いとワープしたいよね。なぜもっと早くないのかずっと不思議でしたよ。あ、登れない。これで戻ってこれたと。あ、これって戻れるのでは。やったー。普通に戻れたね。じゃあセーブしがてら、ワープしたりしてみますか。さっきの右の道は今度ってことで。オッケー。で、ここまで来ましたか。猫のまま話すと人間に戻るんだな。まあまあそう暗くならずに、あなたのせいではないんですから。まったく同じか。叩くのではなく祈るんだよな。おお、ワープできるようになってる。え、マップから選ぶんじゃないの。どこがどこだか覚えてないんですけど。確かにね。最初が森で次が町ってくらいしか。しかもそれってどこにワープするんだろう。同じ森でも広いですが、ここに戻ってくるのかな。どうなんだろうね。ちょっと森でワープしてみますか。ここ？一番最初だ。マジかよ。どこにワープできるのか、マップでわかるようだったらよかったなぁ。うわ懐かしい。しかもこいつら、最初からバッテンの絆創膏、つけてるタイプがいるんだな。元からだったのね。はいはい、ここで蛍袋を手に入れたんだ。特に猫は必要ないかな。だいたいスタート地点に戻ると何かあるけど。あ、ここの左って。この船で来たのかしら。やってみるか。だよねー。試さないと我慢できないのね。まあ実況する定めです。おお、こういう隠しアイテムもあると。そういえばこいつ、そろそろ倒せるかなー。うまくもなってるしね。安全なのは弓か。お、左に何か見えた。光ってるね。なんだ？ほう、こんなのがあったのか。これ序盤で来ようと思えば来れたから。もっとお金集めが楽になってたのか。そういうことだね。
お金を引き寄せるやつとか。まあいろいろ取り逃してたな。まだ他にも取り逃してるんだろうね。いっぱいありそう。倒したから何かあるというわけでもないのか。まあいいや。やっぱり登れるんだな。上にも行けるのか？行けた。マジ？こんなところにもいるんだ。遊びのつもりでやってみたのに、むしろ必要だったのか。カットの間はかなり探索しているんですよ。いろんな場所を探索しています。で、落ちてみたりしてます。言ってた。たまにはこういうこともありますね。お。そうか、箱が揺れてたんだな。それで隠れてるってわかるのか。え、こんな人いたっけ？ああ、あの大きい人ですよね。女王のこと？でも倒そうっていう人もいますけども。どうなんだろう。そうか、この上にまだ行ってないんだな。ちょっと行ってやられたんだよね。そんなこともあったような。じゃあ行ってみます。ああ、はいはい。ステンドグラスを見てたらやられたんだな。くっそー。3撃目の隙が大きすぎる。おお、なるほどここの鍵だったのか。マジ？もう猫ちゃんでやられるとかわいそう。こればかりは勘弁です。むう、じゃあそこはまた今度にして。せっかくだから寄付でもしてみるか。やっぱ何もない。免罪人。へえ。姉が帰ってきた。もしかしてさっきの人？わからないけど。嘘でしょ。何かありそうで何もないとか。そういえばここの姿が見えない敵。あれを装備すれば見えるとか。音で知らせてくれるから、見えるわけではないんじゃない？そうか。え、でも何もなってないよな。そうだね。ここにはいない反省なのか、敵には反応しないアイテムなのか、どちらにしても無駄だな。うお？すご。ここを往復するだけでお金貯まるのでは。マジでそうかも。やっぱりセリフが変わった。え、それだけ？ちょ、なんかあると思ったのに。この子たちとも会話できるわけでもないし。寂しいなぁ。
おわ、誰か泣いた？やってるし。マジで結構集まります。以前見なかったここには、特に何もありませんでした。で、マップを見るとここの左に何かあるんですよ。何度も探していたのですが、ようやくわかりました。そこが壊せたのね。いやー、だいぶ遅くなりましたね。最序盤でも取れたってことですよね。そうねー。ここだ。ここもわからなくてさまよいまくってましたよ。やっぱりなー。ここで正解だった。嫌です。意地悪しないの。だっておたんこなすとか言うから。もう、わかりましたよ。どうぞ。腐った。おわ、かわいい。あくびしてる。毒？自分が毒になるんだ。こいつ。あ、でも待てよ。そうか、つまりこれと併用すれば、使い道があるってことだな。なるほどね。体力をわざと減らして攻撃力2倍か。それでも維持できる腕は必要だな。でもう話せないし。まあいいか。今回はカットしましたがかなり探索したので、新しいエリアなどは次回にしましょう。お、やっぱり毒も治った。それでは次回もお楽しみに、ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。かわいい。